こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、40代の大人世代が持つべき冬服ベスト5というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、最近ですね、40代になった僕自身感じていることがあるんですが、まあ、かつて僕自身が想像していた40代と今の自分自身ですね、まあ、40代迎えて1年が経つわけなんですが、まあ、ギャップが激しいわけなんですね。もうちょっと40代って大人っぽくて立派なイメージがあったわけなんですけども、まあ、30代の頃からその延長線上でなんとなく40歳になってる感じなので、なんかあんまりこう感覚的には変わってないんですね。ですので、自分が40代っていうのはなんかいまいちまだしっくりこないわけなんですが、とは言ってもですね、やっぱりこう20代の頃とか30代前半の頃と似合う服のテイストは変わってきてますし、かつてほどのトレンド感をバキバキと取り入れたいという欲はですね、やっぱり落ち着いてきてるんですね。着心地の良さだとか肌触りの良さだとか、まあ、昔ですね、僕自身がそんなもん知るかと思ってたものが結構大事だよねって感じるようになったところにですね、まあ年齢を感じたりするわけなんですが、そんな僕たち40代世代にですね、似合う冬服どんなものがあるのかということで、今回は具体的にですね、5つ皆さんにご紹介をしたいなと思っています。まあ、通常の僕の動画の中でもお伝えしているアイテムというのは結構幅があるんですね。結構ベーシックに寄せたものからトレンド感強めのものまであったりするわけなんですが、この40代以降の世代だと、やはり定番とトレンドであれば、やや定番の方に軸足を置いてですね、トレンド感もサイズ感とかにほんのりと漂うものなので、まあ、そのあたりはそこまで意識的にがっつり取り入れる必要はないかなと思うんですね。まあ、今回ご紹介する5点に関しても基本的にはベーシックで、皆さんも見たことがあるものだとか、中には買ったことがあるものもあるかもしれません。ただそういったベーシックなアイテムであっても、その時々でサイズ感だとか素材使いだとか細かなバランスというのが変わっていくので、まあぜひ皆さんもですね、同じようなものを持っていたとしても5年以上前のものだとしたら、それはこのタイミングに変えてみるのもいいんじゃないのかなと思うので、ぜひ皆さんの今後のお買い物の参考になれば嬉しく思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべくわかりやすく解説をしてますので、まだの方はチャンネル登録や、すでにしていただいている方は気に入っていただいたらグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからですね、具体的に40代の大人世代に似合うですね、冬服皆さんにご紹介していきたいなと思っているんですが、まず1点目、主役ですね。冬の着こなしの中で最も目立つアイテムで、なおかつここには頑張って投資をすべきだというのがアウター類になってくるかなと思うんですが、まずこちらご紹介したいのがステンカラーコートですね。まあ、これはですね、もう僕は秋冬の定番的なアイテムかなと思っています。まあ、ロング丈のいわゆるコートなんですけども、その中で2択あるというお話はこれまでも散々してきてるかなと思います。まあ、代表的なのがチェスターコートなのかステンカラーコートなのかというところなんですが、ここは正直ですね、好みでしかありません。どちらでもいいと思っています。まあ、トレンド感で言うとですね、チェスターコートは数年前からかなり勢いがあって、だんだん最近は定番的で落ち着いてきていて、まあ、ステンカラーコートもトレンドかどうかというとですね、昔からあるような定番アイテムなんですけども、ここ数年はこのチェスターとステンカラーで言うと、ややステンカラーの方が旬な感じはするかなとは思っているんですね。まあ、元々のシルエットがチェスターコートの方が、まあ、ジャストサイズに近いようなものが多くてですね、ステンカラーコートというのは結構ボックス型で少し緩めなんですね。まあ、その基本的なベースのサイズ感とか雰囲気が今のちょっとゆったりめのですね、トレンドとうまくマッチしているので、まあ最近の流れとしてはステンカラーコート特におすすめできるかなと思います。まあ、その流れの中で今回おすすめしたいのが、まあ、コートにはちゃんと投資をした方がいいということで、こちらですね、グリーンレベルのセントデイルウールのステンカラーコートですね。価格が 36,300円ということになっています。これはすごく名作だと思います。というのもですね、このコートは、まあ、今販売されていますけども、実際にですね、僕が一番最初に試着したのはまだ夏頃だったと思います。まあ、こういったものが秋冬に出てきますよっていうのは以前からお伝えしていただいてたんですね。というのもこちらのセントデイルという素材ですね、こちらを使ったカバーオールは先日ですね、皆さんにもご紹介してるかなと思います。その生地を使いながらのステンカラーコートだとか、あとチェスターもあるんですけども、これまたすごくいいということで伺っていて、確かにね、これはめちゃくちゃ良かったです。去年似たようなものもですね、グリーンレベルさんから出ていまして、それもですね、散々ですね、動画の中でも解説しました。めちゃくちゃよくできていて、それ今年も使おうと思っていたんですが、セントデールもね、非常に使い勝手いいし、さら
に素材がアップデートされているので、皆さんにお勧めしたいコートの一つかなと思っています。で、カラー展開がベージュとダークグレーとネイビーというところで、まあ3色でやっているんですが、例えばビジネスカジュアルとか、そういった場面でもよく使うという可能性があるのであれば、まあネイビーがいいと思うんですが、まあカジュアルの機会で使うのであれば、結構ベージュが圧倒的に綺麗かなと思います。柔らかみのあるようなカラーで、で、ちゃんとコクもあるような色合いなので、甘さもあるんだけども、甘すぎないような絶妙なバランスですね。このあたりが実現できるので、まあ一押しはベージュですね。で、まあ中間的な立ち位置、オンでもオフでも両方ともうまくミックスしそうなのが、まあダークグレーというところで、個人的にはこの3つどれもいいんですが、シチュエーションに応じて使い分けていただくことがいいんじゃないのかなと思います。仕事メインであればネイビー。オフをちょっと中心的に使いたいならベージュ、オンオフ兼用したいならダークグレーという形で選んでいただくといいと思いますね。まあ、オーソドックスなステンカラーコートではあるんですね。サイズ感としては少し緩さがあるんですが、まあグリーンレベルはトレンド感ちゃんと抑えつつもやりすぎ感がないので、まあ一般的に着てちゃんと評価をしてもらえるような、そういった他人が見た時にもわかるようなレベル感のトレンド感なので、サイズ感も本当にバランスがいいと思います。まあこれであれば一着買えば数年単位で着れるような名品だと思うので非常に使い勝手いいなと思うんですね。で、これ面白いのが襟を立てて着ることができて、そうすることで結構トレンド感というところもしっかりと出せますし、個人的にはですね、マフラーしない派なんですね。首に何かを巻くのがそんなに好きではないので、このように襟立てできるだけでトレンド感満載で、なおかつマフラーがいらないというところも含めて結構ですね、使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。このセントデルウールというもの自体がすごく良くてですね、まあウールナイロンポリエステのコンボ素材なんですが、メルトン生地特有の重さですね。長時間着てるとずっしり重たいみたいなコートって、やっぱりですね、今の時代にはそこまで合わないと思うんですね。どんなに上質で素晴らしい素材感だっても、重たいとやっぱりですね、着るのめんどくさいなって思っちゃうんですよね。これまでいろんないいコートも着てきたんですが、重さが原因で手放したものがもう本当に数多くあるので、やはりですね、生地自体が軽量かどうかっていうのはすごく重要なんですが、そのあたりも担保しつつ、ウール特有の上品さというところもしっかりと表現されているので、これは使い勝手すごくいいですし、大人見えするようなコートなので、やはり40代以降であればデザインはベーシックなんだけども、素材感にはこだわった方が確実にいいです。ですので、ぜひ皆さんもですね、こちらのセントデイルのですね、ウールステンカラーコートチェックしてみていただければなと思っています。続いて2点目はですね、ダウンの方行ってみたいと思います。ロング丈のコートだけじゃ、やっぱりですね、小綺麗でいいんだけども、もうちょっとラフに過ごしたいよねっていう時とか、今日は寒くてコートじゃないんだよな、ダウン欲しいよなって時もあると思うんですね。まあ、そんな時にですね、おすすめしたいのがこちらですね。まあ、ウェブ限定になるんですけども、ビューティアンドユースのワードローブスマートというシリーズがあるんですが、そちらのですね、シンセティックネイチャーフードダウンジャケット、価格は39,100円になります。これがですね、なかなかバランスが良いですね、40代向けのダウンになってくるかなと思います。まあ、ダウン自体というのは結構ですね、ベースデザインが決まっていて、そこから大きく変化がない時代が長く続いたんですね。ある程度着丈の長さで言ったら短めで、ステッチがあって、だけどもサイズ感としてはそんなにこうゆとりを出しすぎずにシャープに見せるようなダウンですね。まあ、高級ダウンブランドなんかもまさにそうで、まあ、タトラスだとか、あとはヘルノだとか、そのあたりのデザインなんかはまさに大人に似合うような上品なダウンだったと思うんですが、そのあたりを意識したような上品なダウンというものが多かった時代から、最近はですね、結構いろんなシルエットのダウンが増えてってるんですね。丈の長いものもあれば、あとは丈がかえって短くて、むしろこうボリューミーに振ったダウンだとか、いろんなスポーツブランドのダウンなんかもある中で、結構最近はダウンはバリエーション豊富になってきたなという印象があるんですね。一方で結構ベーシックでど真ん中のダウンがちょっと変えづらくなってきたよねっていうところがあるんですが、まあ、こちらのですね、ワードローブスマートというシリーズ自体が割とこう大人に似合うようなベーシックで使いやすいもの、なおかつ快適さだとか機能性というところもちゃんと担保したようなものをですね、ラインナップしてあるわけなんですが、そちらのラインの中から発売になっているこちらのフードダウンっていうのが、まさにベーシックで大人に似合うような仕上がりになっているので、特に40代世代にはおすすめかなと思います。デザインは本当にベーシックです。もうど真ん中のダウンという形で、
まあ、ステッチもあるんですけども、細かく入っているというよりは、割とですね、大胆に太めのステッチになっていまして、そこまでステッチが多くはないので、カジュアル見えしすぎないというところが一つのポイントとしてはあります。で、素材感もスポーティーなダウンと比べると、雰囲気もマットなんですね。コットンのような素材の質感をですね、合成繊維でですね、表現している、シンセティックネイチャーというですね、素材を使っているわけなんですが、スポーツブランドのロゴなんかもないですし、デザインもミニマルなので、大人の着こなしの中に綺麗にはまってくるんですね。ダウンの中にもカジュアル寄りと綺麗め寄りがあるんですが、まあ断然綺麗め寄りのダウンになってくるかなと思うので、これはかなり使いやすいかなと思います。このようなダウンであれば、まあ後ほどご紹介しますが、内側に着るものですね、ニットだとか、シャツだとか、上品なものにも合いやすいんですね。一方で結構スポーツブランドのロゴとかががっつり入っているものだと、ややですね、ニットとか綺麗なアイテムとの相性というのが合う合わないというところが分かりやすいので、そういった意味では40代以上の大人世代にはこういった上品でベーシックなダウンが一着あると便利なのかなと思います。意外と見つかりづらいですし、なおかつセレクトショップのオリジナルになってくると4万円近いものが多くなってきているので、その中ではこちらウェブ限定ということもあって3万1000円切ってますので、割と買いやすい価格帯なのかなと思います。カラー展開3色ですね、ダークグレーとブラックとベージュというところで、個人的にはやっぱり鉄板はブラックだと思うんですね。まあ一着買えばダウンも長く使うかなと思うので、ブラックが王道かなと思うんですが、意外とこのダークグレーもいいなと思いました。都会的で深めのグレーの雰囲気もありつつ、少しブルー感もあるようなブルーグレーみたいな色合いなので、非常に仕上がりがいいんですね。例えばボトムスをブラックとかにするのであれば、僕はですねこのダークグレーなんかもいいんじゃないのかなと思います。一方でブラックのダウンを選んだ時にはボトムスブラックにしてしまうとちょっと重たく感じてしまうので、ボトムスをグレー系にしてみるだとか、ちょっとずらしてあげることが大事かなと思うんですね。で、この2色で検討されるといいかなと思ってまして、個人的には意外とこうダークグレーの色味がいいんじゃないのかなと思うので、こちらが一押しです。で、ベーシックに行きたいのであればブラックというところでまず間違いがないかなと思うので、まあ、ぜひチェックしていただきたいなと思います。まあ、ダウンのですねボリューム感というところもうまく調整しながらスマートに見えるというところを意識したダウンって、まあ、ちょっと前までは定番的でよくあったんですが、ファッションって流れがあって年々変わり続けるものなので、その中でちょっと最近はですね見つけるのが難しくなってきた王道のダウンというのが、まあ、こちらでは手に入るので、まあ、よかったらぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目は、やっぱり40代の大人世代に欠かせないトップスといえば、これで間違いがないかなと思います。丸首のニットですね。その中でも、今回ご紹介したいのはですね、以前も実は触れていたんですが、プラステのエクストラファインメリノウールブレンドクルーネックセーター（マシンウォッシャブル）ですね。まあ、こちらのタイプは先日プラステの店舗にですね、撮影でお邪魔させていただきましたが、そちらでも着てるアイテムなんですが、やはりこれすごく良かったので、今回取り上げてみたいなと思っています。ユニクロとプラステといえばですね、親会社が一緒なので、皆さんもですね、なんとなくイメージが湧くかなと思うんですね。エクストラファインメリノと聞けば、ユニクロでも展開があるので、そのイメージ強いかなと思うんですが、ユニクロのものに関しては結構薄手なんですね。なのでプラステのものも結構薄いのかなと思いきや、実はですね結構厚みがあって中肉厚なんですね。メリノウールの上品な質感はしっかりと担保されながらも、ある程度厚みがあることで冬にも対応することができるというところですね。まあ、厚みが絶妙なので結構ジャケットの内側に着ることもできれば、コートとかダウンの内側としても機能するので、これがですね厚みがちょうどいいんですよね。で、カラー展開も非常に豊富で、何色あるのかな、結構な枚数あります。まあ、その中でも個人的に一押ししたいのは、先日の動画の中でも来ていますが、31番のベージュというカラーです。これはベージュとは言っているものの、結構明るめのカラーになっていまして、オフホワイトとベージュの間ぐらいのカラーになっているかなと思います。まあ、遠目で見ればほぼホワイトに見えるぐらいの清潔感漂うような色合いなので、冬の着こなしってすごく暗めになりがちなんですね。まあ、例えばコートだとかダウンなんかをですねダークカラー選んでしまうとすごく地味になりがちなので、その内側にはこういった明るめのベージュなんかを差し込んであげると非常にバランスがいいなと思うんですね。ですので1枚はこういったベージュ持っておくといいんじゃないのかなと思います。または差し色になるようなグリーンだとか、思い切ってダークオレンジぐらい着てみてもですね、結構40代以降の世代にとっては華やかさも出て、かえ
ってバランスがよく感じるかもしれません。20代とか30代前半の頃は結構明るめのカラーとかだとちょっと気恥ずかしさがあったりしたもんなんですが、まあ、年を重ねるごとに意外とですね、派手な色だとか華やかな色というのがマッチしたりすることもあるんですね。なので、まあ、このようなオレンジだとかグリーン系のカラーというところもちょっとトライをしてみる価値はあるかなと思います。これ単体だと結構派手に見えるんですが、あくまでパーツとして使うわけなので、この上にですねダウンだとかあとはコートですね、このあたりを羽織れば意外とですね良いバランスでハマったりするわけなので、まあ、ぜひ皆さんもですねトライしてみる価値があるんじゃないのかなと思います。まあ、ちなみに今回はですねユニクロとか無印だとかグローバルワーク、このあたりは出てこないんですね。というのも40代以降になってきたらある程度のデザイン的な方向性というものは大きく変えなくていいんですが、素材の質感はアップグレードした方がかえってですね素敵に見えやすいんですね。20代30代前半のようなですねフレッシュさだとか体型のスマートさっていうところが、まあ、徐々にですねキープできなくなってくるのが40代以降だったりするので、そういったフレッシュさをですね色だとか素材感で補うということがすごく大事だったりするので、まあ、今回はユニクロではなくて1個アップグレードしたプラスでですねこちらをご紹介したいなと思ってるんですが、価格的にはユニクロよりも上がるんですけども、セレクトショップのオリジナルと比較をすると割と買いやすい部類の価格帯になってるので、まあ、ぜひ皆さんもトライをしてみるのもいいんじゃないのかなと思っています。個人的にはちょっとね最近守りのカラーばっかりが多かったので、結構ダークオレンジなんかがすごくいいんじゃないのかなと思うので、ブラックのアウターなんかとうまくですねミックスしながら着てみるのもなかなかいいんじゃないかなと思っています。はい、続いて4点目もトップスですね。こちらはですねシャツ行ってみたいなと思ってるんですが、グリーンレベルのですねオックスフォードストライプバンドカラーシャツ、帽子は8800円ですね。これがですね結構使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。まあ、トップスのバリエーションとしてはまあダウンだとかあとはコートを着てその下に何着るかなんですけども、まあまず先ほどお伝えしたようにニットがありますよね。ニットに関しては個人的には2個ぐらいあるといいかなと思ってまして、まあホワイトだとかベージュのようなちょっと明るめのカラーだとか、それプラスアルファですねオレンジだとかグリーン系、もしくはロイヤルブルーみたいなネイビーよりもちょっと明るめのブルーみたいなものも非常に良かったりするんですが、こういった差し色系ですねそれぞれがあって、なおかつそれにプラスしてシャツが1枚あったら、まあ、十分なバリエーションが出せるのかなと思います。まあ、その時のシャツなんですけども、あまりですね重ね着をすることを考えるとダボっとしすぎない方がいいかなと思ってるんですね。秋だとか春にシャツを主役として使うのであれば少しゆとりがあった方が結構バランスが取りやすかったりするんですけども、重ね着のパーツとしてこの上にですね例えばジャケットを着たいだとか、コートだとかダウンを着るということを考えるとそこまででかすぎない方がいいかなと思ってまして、そのあたりのバランスをうまく拾ってあるのがまさにこちらのシャツかなと思います。でバンドカラーシャツというのは襟元がすっきりとしているので、まさしくですね1枚で着るのもいいんだけども重ね着に適してるんですね。レギュラーカラーとかの襟だと結構上に物を重ねとですねちょっとこう襟が曲がったりだとかバランスがですね取るの難しかったりするところがあるので、その点バンドカラーシャツというのは収まりがめちゃくちゃいいんですよね。そこが最大の魅力だと思っているんですが、それでいてこのストライプ柄のバランスもなかなかいいので、これはよくできてるんじゃないのかなと思います。まあ、3色ありまして、ホワイト、ベージュ、ロイヤルということなんですけども、個人的にはですねまずはまあやっぱり清涼感あふれるロイヤルが好きなんですね。ブルー系のストライプというのが大好きなので、まあ、個人的にはこれをお勧めしたいんですが、重ね着のベースとしては意外とホワイトですよね。これが使いやすいんじゃないのかなと思っています。まあ、ホワイトといっても真っ白ではなくてですねホワイトベースにちょっとグレー系のラインが入ってるという感じですね。細めのラインなので主張は強くなくて、重ね着のベースにはこれぐらいがまあかなり使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。一方でロイヤルに関してはこれ自体がもうすでに素敵な要素が満載なので、まあ春だとか秋に1枚で着てもらうのもいいと思いますし、まあ、カーディガンさらりと羽織るようなスタイルでもしっかりとバランスがいいかなと思うので、ロイヤルもすごくバランスがいいんじゃないのかなと思っています。で嬉しいのが帽子は機能付きなので、シャツのですね、まあ、わざわざこうアイロンでピシッとしなくちゃいけないのかなと思っているような生真面目な皆さんにはですね結構帽子は機能が付いてというのはすごくありがたい点かなと思いますね。まあ、僕みたいなズボラな人間はですね普通のシャツであってもちょっとシワがあるぐらいがいいんだよとか言いながら
着ちゃうんですね。なんで全然気にしないんですが、最初からこのような帽子はと歌ってるものはですね、結構気軽に着やすいかなと思うので、その点も含めてかなり使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあ、着方としては、このバンドカラーシャツを着て、その上にですね、丸首のニットを着てあげるというのもいいかなと思います。先ほどのプラステのニットなんかはですね、モックネックではなくて通常の丸首でしたよね。そうなると、襟元から少しですね、バンドカラーの襟の部分ですね、これが見えるんですね。そうすることで、レイヤー効果も楽しめるかなと思うので、まあ、そういった着方もできます。そしてその上にダウンだとか、コートを着るのもいいと思いますし、シャツの上にそのままダウンだとか、あとはコートですね。そういった着こなしもできるので、まあ、1枚あると小綺麗にも見えますし、着こなしのバリエーションがかなり広がるので、これも使いやすいようなトップスになってくるかなと思うので、ぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いてラストですね。5点目はボトムスに行きたいなと思っています。スマートアンクルパンツとかタックテーパードパンツ来るんでしょと思って皆さん、すいません、今日はそちらには行きません。今回ご紹介したいのはこちらですね。シップセーニーのですね、洗濯可能ソロテックスラナテックテーパードイージーパンツ9460円ということで、こちらをお勧めしたいなと思っています。まあ、40代以降の大人の男性にとってどのようなシルエットのボトムスがお勧めしやすいのかというと、ワイドに振りすぎてるものはやっぱりですね、トレンド感満載なので似合う人と似合わない人が分かれるんですね。まあ、30代後半ぐらいの方まででしたら割とですね、サクッと履けたりするんですが、まあ、40代になってくると割とおしゃれがすごく好きな方であればこなすこともできるんですが、そうじゃない場合にはちょっとだらしなく見えてしまったりしっくりこなかったりする場合があるので、やはり王道のシルエットですね、太すぎずかといって細すぎないようなバランスがいいかなと思ってまして、まさにこちらのボトムスに関してはテーパード系のパンツになっています。膝から下にかけて徐々に細くなっていくのがテーパードというシルエットなんですが、まあ、こちらのボトムスに関してはもも周り腰周りも、まあ、通常のジャストサイズくらいになっているので、ワイド感がすごくあるボトムスではないんですね。今っぽいパンツというわけではないんですが、だけども足を綺麗に見せてくれて、トレンドに左右されないベーシックさというところをちゃんと担保してあるので、結構貴重なパンツになってくるかなと思います。で、素材なんですが、ソロテックスだとかラナテックだとか、ちょっとですね、聞き慣れない言葉がですね並ぶかなと思うんですが、まあ、素材のこうブランドと言いますか、そういったものだと思っていただければなと思うんですが、まあ、ラナテックっていうのはウール調に見えるような素材感なんですね。自然なストレッチ感というところも効いてるので、そういったこう上品な素材感と機能性というところをうまく担保したようなアイテムになっていまして、一方でソロテックスというのも結構いろんなアイテムに使われているような素材になっているんですけども、シワになりづらかったりだとか肩崩れしづらいというところが、まあ、すごく魅力の素材なんですが、まあ、その両者の良いところをうまくミックスしながら作っている素材なので、まあ、ウールのパンツっぽく見えるんですけども、機能的には非常に使い勝手がいいようなボトムスに仕上がっているというところも非常にありがたいポイントかなと思います。ウエストに関しては、まあ、ドローコードといってですね、紐でこう縛ってですね調整できるようなところもありますので、様々なお腹周りの方に対応することもできます。それもありがたい点ですね。で、イージーケアで使いやすいというところも含めて便利なんですが、まあ、個人的にはですね4色展開なんですけども、今回はですねダークグレーですね、こちらをお勧めしたいなと思います。まあ、ブラックのように深めのシャープな色合いなんですけども、黒ほど重たくはないので少し色の変化を出すことができるんですね。なのでブラック系のアウターと合わせることもできますし、ネイビー系のアウターとも相性がいいかなと思います。まあ、グレー系のアウターとも微妙に色を変えることができればグラデーションで使うことができたりするので、まあ、ブラックパンツはすでに持ってる方の中でも、まあ、ダークグレーというのは意外と持ってる方も多くはないかなと思うので、これをお勧めしたいなと思います。まあ、シルエット的にもスタイルがよく見えますし、ウールの質感も見えつつで機能的で使い勝手もいいというところではかなり完璧に近いかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんですね、今回ご紹介したアイテムとも全てバッチリと合いますので、こちらもチェックしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では40代の大人世代におすすめしたい冬服5選というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、どのアイテムに関してもここから先ですね、3年以上をですね使っていただけるようなベーシックなアイテムになってるかなと思います。結構頑張って探したので、まあ、ぜひ皆さんにもですね気に入ったものがあれば買い揃えていただければなと思っています。まあ、正直この5点ぐらいあれば、まあ、あとはもちろん靴とかですねバッグみたいな小物もあるんですが、まあ、そういったものをお手持ち
ちのもので合わせてもらっても全く問題ないので、結構この冬場をですね、十分にファッション楽しみながら乗り越えることができるんじゃないのかなと思っています。まあ、40代以降の大人世代にとって重要になってくるのは、まあ、この動画の中でも何度もお伝えしていますが、まあ、デザインはベーシックであって、あとはですね、素材感ですね。このあたりはすごく重要になってくるので、まあ、普段ユニクロ、GU、グローバルワークで買ってる方も全部じゃなくてもいいので、全身の中に 1,2 点でも構いません。ちょっとコートは良いものを買ってみるだとか、あとはニットですね、例えばユニクロで買ってたものを一方がアップグレードしてプラステにしてみるだとか、まあ、そういったちょっとしたこう素材感の違いだとか、まあ、気分の高揚ですね、ちょっと価格帯を上げることで自信持っていけるみたいなところもあるかなと思うんですね。そういった気持ちの面っていうのも意外と大事だと思っているので、まあ、ぜひそのあたりも含めて40代以降の方はですね、ちょっと気にしていただければいいかなと思っています。あとは色使いですね。まあ、ベーシックな色というところは変わらず使っていただきたいんですね。まあ、ダウンだとかコートであまりに冒険しすぎてしまうと、結構ですね、印象強く残りすぎてしまうんですね。例えば赤いダウン着てたら、あー、あの人また赤いダウン着てるのねって感じになっちゃうかなと思うんですけども、まあ、ブラック系のダウンとかであれば、まあ、そこまで個性は強くないかなと思うので、記憶に良くも悪くも残らないわけなんですね。まあ、それよりも内側に着るものですね、ニットとかであればちょっとこう色を遊んでみるのもいいと思うので、まあ、そういったところからちょっとトライしてみるのもいいんじゃないのかなと思います。上質な素材感とちょっと頑張った価格帯、プラスアルファちょっと差し色みたいなものをうまく使ってあげると、40代以降のファッションというのはぐっと楽しくなるかなと思うので、よかったら参考にしていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、まあ、結構今回の動画はセレクトショップのオリジナルが多かったかなと思います。普段はユニクロ、GU、グローバルワーク、無印良品、このあたりが多いんですけども、実はこのあたりだけではなくて、セレクトショップのオリジナルだとか、あとはもうちょっと通なとこで言うとドメスティックブランドとか、丸々専門ブランドとか、まあ、本当に世の中にはいろんなファッションのブランドがあるわけなんですが、このあたりのやや中級者向けのですね、内容に関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、ライブ配信もやっていまして、皆さんからいただいたご質問に直接お答えしながらワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段ですね、なかなかゆっくりと動画を見る時間がない方のために、こちらオンラインサロンというものもやっています。こちらの方ではですね、動画じゃないんですね、写真と文章ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日配信をしています。だいたい1記事あたり2分前後で読めるぐらいの分量になっていますので、まあ、サクッとですね、情報を取ることができるかなと思います。僕も記事書いてますし、僕以外の専門家スタイリストの人も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも記事アップすることができて、まあ、おしゃれが好きな人が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっているので、気になる方はですね、こちらも同じく動画の下の概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。